日本香川県観音寺市と与浜町と与浜町、美浦と与浜町美浦は、香川県観音寺市と与浜町の大技。郵便番号は769-1604。離島や半島を除いた四国本土部分において、香川県最西,西端に位置する地区である。観音寺市の南西、愛媛県四国中央市との県境に位置し、北は、瀬戸内海、南は、 サヌキ山脈に挟まれた東西に長い地区である。山と海に挟まれたわずかな平地に沿って農村や漁村を主とした集落が広がっているが、四国の県庁所在地からほぼ遠距離にあるという地理的特性から物流や製造を中心とした工業団地も立地している。2010年国勢調査による人口は1201人、世帯数は410世帯。 面積は940万3888平方メートル、人口密度は127.7人平方キロメートル。この地区は、さぬき平野の生端で、さぬき山脈や四国山地がこの付近で、瀬戸内海に最接近することから、JR 予算線、国道11号、高松自動車道といった香川県から、愛媛県へ通じる陸上交通機関がすべてここに、 集中している。大部分の市外局番は0875で、単位料金区域は、観音寺 m イに属するが、わずかに、県境のあざ取り越は、隣の岩見島 m イに属す市外局番0896の区域である。この存在により、香川県内における市外局番の3桁は大部分で使用される零八七 x に加え、ごくわずかに、愛媛県で使用される零八九 x が、 存在していることになっている。地名の由来は地形が実の形に似ていたことによる。この地域はもともと豊田組の浦村であったが町村制志工に伴う1890年2月15日に和田村と合併して和田村が発足したことにより旧未の浦村の区域に 和田村の大技として美浦が新設された。1916年4月1日、予算線の観音寺駅川野駅間開業に伴い、美浦には中間駅として美浦駅が開業した。1955年4月1日には和田村と豊浜町が合併して、豊浜町が発足したことにより、同町の大技となる。2005年10月11日には、 豊浜町と観音寺市、大野原町が合併して、観音寺市が発足したことにより、同志の大技として、旧町名を冠した豊浜町美濃村となる。掲載順は東から。ありがとうございます。